はい、ともゆたです。皆さん、新年明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いします。はい、という感じで、今日は1月2日でちょっとね、年明け一発目の撮影なんですけど、愛車紹介でね、ここはね、愛知の豊田スタジアムなんですけど、なんでここにいるかっていうと、明日と明後日に、つくで、ポートランドつくでと美浜サーキットを走る予定なんですけど、ちょっとそれで前日から愛知に入ってるんで、こっちにいるちょっと VAB のお友達に取材をさせていただきます。はい、という感じで、このバチバチに決まった赤い VAB ちょっと紹介していきますんで、オーナーさんのたくあんさんに紹介してもらいたいと思います。よろしくお願いします。いや、決まってますね。赤と黒、このカーボンと。いいですね。いやー、かなり決まってますね。ここまで黒になかったんですけど、いろいろ。同じ時期ぐらいですよね、買ったの。そうですね。多分。18年の1月か。1月。僕も1月なんで。あ、ほんますか。いや、ほんと一緒ですね。一緒ですね。いろんなところを経てここまでやってきました。やりましたね。これ、A 型でしたっけ？ A 型ですね。A 型。初期型ですね。初期型。生産多分、本当に VV 出て最初ぐらい。最初ぐらい。生産の赤ってこれ、かなりレアだと思うんですけど。なかなか見ないですね。台数多分少ないですよね、かなり。めちゃくちゃ少なかったですね。その A 型だけまた赤の色も違うんで。ああ、はいはい。何色でしたっけ、赤。ライトニングレッド。ライトニングレッド。あ、そんな感じなんで。またさらに少ないですね。いや、希少ですね。あんまり見比べてもわかんないですけど。新潟行こうと、はいはいはい、ちなみにやっぱスバルって青いイメージあるんですけど、うん、この赤の選んだ理由なんかありますか？はい、個人的にもう昔からずっと赤が好きで、はいはい、よく迷子になる子やったんですよ。で、親があの目立つ色をつけといたら着せといたら分かるやろうっていうことで、はい、赤い服よく着せられてたんですけど、あ、なるほど、ね、その名残で赤が好きになってしまって、赤は好きみたいな感じで。いや、いいですね。はいはい、車買うのも赤いぞっていうのを決めてましたね。情熱の中でですね。もう愛が溢れてます。いいですね。はい、という感じで、じゃあちょっとカスタム箇所を聞いていきたいんですけど、はい、フロントから、はい、まずじゃあこの目立つボンネットですね。これはあれですね、近藤エンジニアリングさんですね。そう、最近もう一世を風靡してる。かなり大人気の、大人気の、皆さん結構つけてますね。結構増えてきましたね。増えてますね。結構バリスさんも多いんですけど、やっぱり近藤さん出てからだいぶ人気が、うん、結構選択肢もボンネットって少なかった。はい、そうですね、うん、そうですね、確かにその中で出てきたんで、はい、しかも何がいいって、この中が、うん、あの雨漏りしないような蓋がないんですよね。そうそうそう、いちいち取り外し不要で、このままでもこの雨が入りにくいっていうか、逃げるようになってますね。それは本当にいいと思います、うん、僕もそれがやっぱ決めてる。それ決めてっすよね、うん、やっぱり。やっぱりそのサーキット行って走行前にね、あの細かいネジをやっぱりエンジンルームの上で触るのは結構、なんか個人的には結構ストレスやったんで、うん、そう、物が出来上がる前からもう予約させてもらって。これしかねえ。そうっすね。はい、これ、FRP 裏のやつですか？そうですね。裏 FRP の表カーボン。表カーボン。はい。はい、真ん中のやつ。ああ、なるほど。はい。で、あとは、じゃあこれいこうかな。これ、ホグカバーみたいな。APR。APR パフォーマンス。パフォーマンスさんの、このホグカバーですね。ホグカバー。ワンちゃん。ワンちゃんがいる。ワンちゃんじゃん。ワンちゃん。ワンちゃん乱入。かわいい。落ち着いて。特別出演。特別出演。これもまた、ニュルチックな。そうですね。やっぱデザインやもんで。なってますね。そう。これが決め手ですね。ダクトになってますもんね。ですね。風入るように。はい。ちょっとまだ繋いではないんですけど。じゃあこれから、繋ぐ予定で。そうですね。はいはい。なんかサーキットにいるみたい。あとはじゃあ、ケインフックついてますね。はい、
っぱりサーキットユーザーということもあって、うん、やっぱりまあ常からつけてますけどついちゃってますけどはいはい、はい、やっぱいざという時にね、まあそうですね、ないとサーキットの方に迷惑かけるんで、そうですね、うん、やっぱ講習会でもつけといてくださいとか、はいはい、最悪でも車のまあ、乗せといてくださいって、うん、まあ、教えてくださいみたいに言われるんで、ね、うん、そういったものを作れた方がいいかなって。ですね、うん、ちなみにどこ走られますか？今走ってるのが富士と鈴鹿の本コースをね。あら、両方とも国際コース行っちゃってますね。そうですね、で鈴鹿はもう年末に、はいはい、あの本コースのライセンスを取ったので、あー、いいですね、はい、もう走りたい方です。あー、いいですね。楽しさのマックス、素晴らしいですね。目標タイムとかありますか？そうです、とりあえずまだ30秒台なんで、2分30秒9なので、はいはい、とりあえず30秒切るところ、切るところから、うん、29秒になるのか、いいですね、鈴鹿はちょっとずつではステップアップして、で、あとはこれエンブレム変わってますね。そうですね、まあやっぱ全体的に赤と黒なんで、赤黒で揃いたいなって、スバル、まあ、残したいなって思ったんで、はいはいはい、エンブレムはなんで、まあ、ヤフオクで、あ、ヤフオクで、はいはい、買って、このナンバーフレームもなんか赤のエスティアが入ってて、そうですね、なんでこれもヤフオクで、な、色の文字とかも指定できたんで、あ、そうなんですね、表示は白やったんですけど、はいはい、で赤もいけるよってことやったんで赤にしてもらって、おしゃれですね。ワンポイントでワンポイントで、はいはい、で、あとはフロントのリップスポイラー、これ STI ですかね、 STI の207、あ、ツヤありますもんね。そうですね、207のやつを傷物やったんですけど譲ってもらって、あ、なるほど、そのままつけてますね。いいっすね。で、あとこの横のカナードですかね、はいはい、これはどこですか？ APR の、 APR の、はい、カナードで、はいはい、まあ、上のバージョンってことですね。そうですね、僕ここのついちゃうんです、ね、これ上バージョンってことで、上バージョン、はいはい、なるほど。あと横はまずじゃあフェンダーがなんかちょっと穴開いちゃってますけど、これはダムドのダムドですね、 8mm ワイドですね。そうですね、車検対応の対応の、いや、いいですね、さりげない感じでね。そうですね、形状的にはあんまり純正とも変わらないので、はいはい、そこにまあダクトができましたよっていう、いや、機能美が美しいですね。はい、で、そこにこの BBS が収まってると。収まりすぎてますね。これは RIA ですかね。 A ですね。サイズはいくつですか？サイズが 9J の 45W だったな、うん、で、まあ、マットグレーを買って新品の時にマットブラックに塗ってますね、はい、あ、これ塗ったんですね、マットブラックに塗って。すごい綺麗ですね、綺麗に塗れてますね、うん、そうですね、知り合いのマキヤさんに頼んでやってもらいました。あ、じゃあ腕のいいところ、腕のいいところ良かったですね。そうですね。なるほど。で、まあローターが変わって、イクセルの、イクセル、そう、スリタリの、スリタリで FS やったらなんか FS でしたけど、はいはい、で、パッドも青いんでエンドレス、エンドレスですね、72プラス、安定ですね、まあ、定番ですね、定番ですね、はいはい。あ、で、ここ見たい、すごいね、結構開いてんだね、結構ガッツリ開いてますね、結構ガッツリ開いてます。すごい。あ、でも一番やっぱでも出てくるのはこのエランとこさね、上の、あー、なるほど、そこが一番やっぱり、はいはい、手当ててみると一番風来るのはそこですね、はいはい、高い風が、じゃあちゃんと機能してますね。ですね。まあ実際でもやっぱ使ってますもんね。使われてるんで、はい。そこら辺はでかい。あとはミラーが黒に変わってて。まあ、電気のあれやったんでシルバーやったんですけど。ああ、そうですよね。もう合わんなってことで。そこで変えました。はいはい。で、横もこれ S207 の。8だったかな。まあ形状は一緒なんで。ああ、そうですよね。変わらないですけど。黒ツヤですもんね。そうですね。だけど、まあ、普通の STI です。はい。あと、プロテクターもあって。そうですね。まあ、もともと中古車で買ったんで、はい、もう傷は行ってたんですけど、はいはい。まあ、これからの傷の保護と、ファッションと。ワンポイントで。そうですね。なるほど。で、後ろなんですけど、これですよ。
方の羽翼端板も赤に塗って、そうですね、これがやりたくて、これがやりたくて、はいはい、そう、接待店が、はいはい、後付けのやつ、後付けの翼端板にしました。今までゆうたさんと同じのバリスト、あ、バリストつけてましたね、そう、つけてたんですけど、はいはい、あれを塗り当てすると難しいなと思って、あ、そうですね、できないことも多分ないんでしょうけど、はいはい、いや、かっこいいな。これベルスでしたね。そうですね、ベルスエンジニアリングさん。このマウントもほら、見てこれ。すごい角度をちゃんと。20段階あるらしい。すごいっすね。結構強度とか大丈夫ですか、トランクは。そうですね、強度も、その一番端っこの、はい、ギターつなるとこで、やったら、なるほど。やってるんで、計算もされてるみたいなんで。はい、お、これもついてますね。トランク変えたんですよ、その、純正位置やったんで、前のあのウィングが。そうですよね、こっちに穴開いてましたもんね、はい、それもかっこいいなと思って、トランクごと買い直して、それにたまたまついてたと、おまけが、そう、トランクスポイラーついてたんで、おー、いいなと思って、お得ですね、はい、あとは後ろもエンブレム変えてて、だとこれ、すごい穴が、おそろいですね、やっぱちょっとこう、穴を見ると、男っていうのは、こう。入れたくなるもんですね。ずいぶん広いお方でゆるゆるかな、ゆるゆるかもしれないですね。ちょっと経験がかなり終わりのようで黒いんで、黒いからもじゃあ何の話やあとはこれがカーボンのディフューザー、これバリスですかね、ハーフカーボンのやつかな、ハーフカーボンの、うん、はい、一回中古で買って、そのまあ下すって割れてたんで、はいはい、エスプリさんで直してもらって、あ、直してくれたんですね、はい、すごいですね、出てますね、で、あとはこの男の一本出しマフラー、いいっすよね、これも極太、これチタンでしたっけフルチタン、フルチタン、はい、うわ、すごいな、これも近藤さんですよね、そうですね、いや、いい商品出しますね、最近では VAB にやっぱ力入れてるみたいなんで、かなりパーツ出てますもん ね、いや、熱いですね、熱い、他にもなんかいろいろ作ってるみたいなんでですね、広告大好き、そうですね、はい、関西サービスさんのステッカーというか貼ってあるんですけど、関西さんで原車セッティング、そうですね、されたんですね、はい、なるほど、じゃあ安心ですね、いや、もうあの安全マージン取り取りで取ってもらったんで、はいはい、まあまあ大丈夫だろうと、よかったです、そんなかからないようにしたので、はいはい、そういう感じで外装は以上ですかね、それぐらいですかね、じゃあちょっと中を見ていきましょう、次はじゃあ中を見ていきましょう、まずモモステが変わってますね、はい、ドリフティング赤黒で、赤黒で、はい、揃えたいですね、揃ってますね33パイ、はいはいはい、結構ディープになってますね、そうですね、で結構その本当はラフィックスしてるよってやったんですけど、はいはいはい、意外といい位置に来たんで、なるほど、X なしで乗るよりも僕個人的にはそんな服ではなかったんで、うん、じゃあ問題ないですね、何でもいいかなみたいな、はいはい、ショートコースだけで、はいはいはい、であとは RSG が入ってますね、フルバケ一回セミバケのSR7 かな、 SR7 で最初富士行ったんですけど、はい、まあまあ足りないなと、まあそうですよねまあ足りないですね、はい、買って買いましたね、はい、あとまあ4点ベルトもね、ちらっと見えてます、乗りの邪魔なんで外しますけど、はい、ペダルが変わってるみたいですね、アクセルペダル、アクセルペダルか、これあれですか、プロと、プロとだったかクスコだったか、ああなるほど、そう、ちょっと忘れましたけど、変わってます、上からかぶせるやつですね、うん、あーなるほど、はいはいはい、ちょっとやっぱ遠かったんで、なるほど、はいはい、という感じですかね、内装は、そうですね、じゃああとは井の嵐乗ってるぐらいですか、井の嵐くんがそうマスコットキャラクターなんで、うちの車のいいですね、ああかわいいですね、どこ行くのも一緒ですで、次はエンジンルームですけど、何から聞いていこうかな、いっぱい変わってんな、じゃあまずこっちの方から、あ、タワーバー、そうですね、これ STI の STI のタワーバーです、ね、おなじみの、はいはい、はい、
で、車庫長が HKS SP ですね。 SP ですね、はい、これも定番の、定番の皆さん大好き12キロ10キロ、うん、はい、吊るしで、吊るしで、であとはブローバイがキャッチタンク、そうですね、オイルキャッチタンク、うん、これもちゃんと赤で、赤で、これ限定のやつでしたっけ、限定というか、あの別のショップのさん、誰だったかな、どうだったかな、名前ちょっと今忘れましたけど、ガレージノブさん、そうね、が赤いのアルマイトカラーで出してるんで、いろいろ、はいはいはい、いいっすね、なんでそこの、はい、買いましたね、でクールナッツの赤にして、クールナッツ赤にして、はい、あとこっちのインテークの方もそうですね、ゼロスポでなんかのイベント行った時に赤で、せっかくやでなんか買っとくかってことで、ああいいっす、買いましたね、でこのボックスのがプロバさんの、はい、コールドフローボックスですね、はい、個人的にはまあキノコはいいかなっていう感じなので、うん、はいはいはい、純正形状で、まあ、そうですね、はい、純正でも全然使えますから、うん、ですね、あとはこれ匠プロジェクト近藤さんですね。そうですね。これは近藤、また近藤エンジニアリングさんの。でこれとこれは一緒ですか？こっちがプロバスの。これとこれ一緒。あ、こっちは。はい。なるほど。でこっちが近藤さん。そうですね。なるほど。ちょっと削って加工してつけてもらいました。いやいいですね、うん。華やかになりましたね。ですね。やっぱカーボンは、うん。そうですね。いいですね。はい。そんくらいですかね。意外とやってないですね。いやいや。じゃああとはちょっと音を聞かせてもらおうかな。ですね。じゃあ続きちょっと腹ぶかしで。腹ぶかしで。VAB 取材させていただきました。またちょっとね、愛車紹介、いろんな VAB いらっしゃると思うんで随時募集してますんでという感じで今回は以上になります。はい、